はいどうも、勇者のんたくです。日曜日はすべてが雑。よろしくお願いします。今回の動画なんですけど、今回はですね、 YouTuber の登竜門として過言でもない、あの激辛の企画をちょっとやりたいと思うんですけど、まあとりあえずこいつです。もう早く言うならこいつです。よいしょ。この激極辛焼きそば、まあ、みんなやってから YouTuber の人たちがやってるみたいですけど、まあ悶絶しますよね。悶絶するですけど、まあちょっと待って、もうこれがないとダメだってね。ちょっと増やしましたよ、いっぱい。僕ブラックコーヒーでしょ、でこのホイップクリームと牛乳とブルガリアヨーグルト、これがないとダメと思ってます。で、まあ、ちょっと勇者がこれに挑んでみるっていう企画で、まあ、どれだけ食べれるか分かんないんですけど、まあ、視聴者さんからもちょっとやってみてくださいっていうのがあったんで、ちょっとチャレンジしたいと思います。さて、勇者が閻魔に挑みます。待っとけ。ではちょっと準備していきましょうかね。それまで時飛ばし。はい、ということで湯切りが終わったんで、ちょっとソース入れて食べてみたいと思います。ちょっと開けます。うわー、もうこのまま普通ならいいのにな。で、ソースですね。これ、ソース。これ見えます?もうこの色だけでえぐいよ。ちょっと入れますね。あら、めっちゃ滑っとる。え?あった。ちょっといきます。めっちゃ赤えやん。あ、匂いはそんなね、普通なんですよね。よし、じゃあ混ぜてみますね。ちょっと、うわ、匂いが痛い、匂いが痛い。うわー、匂いが痛いぞこれ。やばくね、マジか。じゃあね、ちょっと混ぜたんで行ってみたいと思います。さあ行くぞ。いただきます。でももうちょっと頑張る。
マグロ、無理。前に食べようと気持ちはあるんですけど、まあ無理、無理、ごめんなさい、無理、ごめんなさい、無理です。痛い、わかる。この涙と鼻水が、ほら、声も。無理でしょ。もうちょっと長くちょっといけるかと思ったんですけど、食べれるってね。ちょっと待って、めっちゃ痛い。ちょっと自分的には頑張った方なんですけどね。やば、マジで痛い。まあこの動画が面白いと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと激辛はしばらくもやりません、ごめんなさい。ということで次の動画で会いましょうね。バイバイ。